速稼塾の久保です。今回ね、一日外出録班長っていう本をメルカリを通じてね、ある程度まとまって買ってみたんですよ。まあ今まだ全巻っていうのはなかったみたいなんで、1巻から5巻までまとめてなんですけども、これ実は YouTube の中にその編集バージョンがねいっぱい上がっていて、ついつい 2,3 分で一番組見れるんで、見ちゃったら面白いなと思って原作見てみたいなと思ったんですよ。で漫画の方に手を伸ばしたんですけども、これ書いてるのが福本信之さん、原作者の方ではないんですね。まあでもうまいこと再現されてるなと思いまして、ついつい一巻をね全部読んでしまいました。大筋で言うと、これってのは地下の強制労働施設から抜け出して、いろんな人がね、主にはこの班長なんですけども、どのように快適に一日を過ごすか、地上で過ごすかってことをまあ書かれてるわけなんですけども、もうちょっとね広い視点で見ると、この見ず知らずの人の一日の楽しみ方、過ごし方っていうのをここで伺い知ることができるんですよね。で、2つ思うことがあって、1つはね、あ、誰しもやることは一緒だなっていう面と、あ、自分じゃない人ってのはこういうふうに過ごすことが楽しいんだっていう、この2点ですね、非常に興味深いところがありましたんで、まあぜひね読んでみていただきたいかなと思うんですけども、人間の欲望っていうのはだいたい有限であってね、その有限の欲望に対してすでにその欲求を満たすためのサービスっていうのが世の中に溢れてるわけなんですよね。まあ、ですんでね、やっぱり私たちがああしたい、こうしたい、そうしたいって思ったところで、そのサービスってすでに世の中に提供されていて、どれもこれもお金さえ払えば手に入れることができるんですよね。つまりはお金があると世の中の欲求全部を買うことができて、その欲求を解消するために一生ってものがあるとしたら、なんと楽しいね、欲求不満の解消をし続けることによって人生ってのはあっという間に終わっていくんだなと思います。あと自分の欲を禁じてる人、禁欲っていう暮らしっていうのも悪くはないんですけども、何のための人生だったのかなと私は思ってしまうんですよね。そして人間には自由と不自由がありますけども、この舞台となる地下の強制労働施設っていうのは基本的に自由がないわけじゃないですか。で、たまに一日外出権というものによって地上の自由が与えられるんですけども、これでもよく考えてみたら、地下にいるか地上にいるかだけの差であって、多くの人が、そして私たちがね、抱えている日常の不自由、仕事ですとか義務に縛られた日々をそのまんま投影してるんじゃないかなと思うんですよ。地下の強制労働施設に行って過ごすのも、まあ一日なら、行きたくもない会社に拘束されて満員電車に乗られて、で、自分のね、裁量の及ばないところまで全身全霊を尽くさなければならない仕事っていうのも、なんか牢屋に繋がれた、なんか囚人のようだなということもできるんですよ。もちろん地下の強制労働施設だろうと、地上の私たちの仕事だろうと、そこに大きなる意義を見出すことはできるんですよね。そう考えたら、地上にいるのも地下にいるのもそれなりに楽しくて、それなりに苦痛で、なんとも人生模様だなと思うところでございます。まあいろいろと勝手なことを申し上げましたけども、この一冊あっという間に読めるのと、必ず皆さんの心に響く、そんなね、名言がたくさん見つかると思いますので、ぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。